9月にフランスで開幕するラグビーワールドカップに向けて、テストマッチリポビタンデイチャレンジカップ2023を通し、強化を進めているラグビー日本代表世界ランキング10位。先日には札幌ドームで、ワールドカップ1次リーグで同じプールに入る、世界12位のサモア代表とテストマッチを行い、22対24で惜敗しています。その試合の後には、お互いの健闘を称え、日本側は日本刀を、サモア側は伝統的な武器を贈呈。伝統と敬意が感じられるクールな記念品交換だとして、海外のネット上で大きな反響を呼んでいます。お互いの伝統の武器を交換し合うなんて、クールすぎるにも程がある。世界で最も美しい文化を持つ2カ国。サモアの侍たち、かっこいいぜ。刀を持って墓の顔をやるのは反則だろ。素晴らしい光景に鳥肌が立ったよ。ちなみにサモアの武器の名前は何て言うんだろう？黒曜石が使われてるのかな？美しい、小さい二宝器っぽいね。通常は人の身長くらい長さがあるなたなんだ。広葉樹の木材で作られてる可能性が高い。二宝器だな。少なくとも映像のものは木で作られてる。サモア人は基本翡翠とかは使わない。木か骨かのどちらかだ。日本はほとんど全てのスポーツで、最も誇り高いチームを持ってる気がする。選手たちだけじゃなく、ファンも世界一。日本はこういうところもやることが異次元か。もちろん大好きな光景なんだけど、どうやって税関を通過するんだろう。国と国との間で交わされてるものは、何らかの外交的な贈り物として、問題なく扱われる可能性が高い。何年前の品物かにもよる。美術品として分類すれば税関を通過できるよ。こんなにクールな健闘の称え方があっただろうか。ちょっとした文化の違いとして、日本では両手で何かを渡したり受け取ったりする方が、より礼儀正しいとされてるんだ。アメリカ代表も同じことをやってほしい。でも俺たちなら何を渡せばいいんだ？ M16？ サモアの選手が日本のマナーに則って、お辞儀をしてるのが何とも言えずいいね。スポーツマンシップと、対戦相手に対する尊敬の念。その両方が伝わってくる健闘の称え方。日本で右派が行われた時に、私たちの国は負けちゃったんだけど、それでも日本の観客が私たちの国歌を歌ってくれたの。あれは本当にありがたかった。とても美しいジェスチャーだと思った。他の試合でもぜひやってほしいところ。マレーシア代表が対戦相手に、クリスを手渡すところを見たいな。東南アジアで広く見られる伝統的な探検。親切な国民同士、何か通じるものがあるんだろうな。すげえ、めちゃめちゃクールだ。国際試合の時に毎回伝統的な武器を交換し合うなら、もっとラグビーの試合を見るのに。この地球上で最もフレンドリーな3つの国の人たち、自分は日本人からさすがに剣はもらわなかったけど、ワッペンとコインは記念にもらったよ。選手と選手が敬意を払い合う姿は格も美しい。さすがどちらも戦闘民族の国だけあるね。お互いに抱く敬意の念と、見事なまでのスポーツマンシップ。日本とサモアを愛さずにはいられない。こんなの見ちゃったら俺の国もやってほしくなるな。イタリアはルネサンス期の刀剣にしようか。競技を楽しみ、対戦相手に敬意を払う。これこそ全てのスポーツに必要な精神だ。文化はこのように共有するものなんだよ。文化の盗用だと言って排他的になるべきではない。戦士の血が流れる国の伝統が開港すると、こんなにも素敵なことが起こるのです。美しい伝統を持つ、偉大な国々だ。ラグビーという競技における相互敬意のあり方は、いつも背筋が伸びる思いになる。おそらくこれは国際スポーツ史上、最もいかつい記念品交換だろうな。